ウルリヒシュナウスは、ドイツ、キール出身のエレクトロニカミュージシャン。2005年1977年、ドイツ北部の都市キールに生まれる。幼い頃から、両親の聴くフュージョンやジャズのレコードを聴きながら育つ。10代の頃から、マイブラッティ、バレンタインやスローダイブ、チャプターハウスなどの集名エーザーや、初期のブレイクビーツに興味を持ち、熱心に聴くようになる。 1990年代中盤より活動を開始し、より多くの音楽に触れるため1996年にベルリンに拠点を移した。ビューツーザフューチャーやエーテル77など様々な名義で活動しながら、2001年にアルバムファーラウェイトレインズパッシングバイで本名名義でデビューした。また過去にロンビューというバンドでキーボードを担当しており、現在は ロンドンに拠点を移し、エンジニアズというバンドのメンバーとしての活動も行っている。ミュージシャンとして作品を発表するから、デペッシュモードやデスキャブ4キューティー、遊びセックスなど多数のアーティストの楽曲のリミックスも行っている。2013年来日時のインタビューにて糖尿病を患ったことを告白した。ありがとうございます。